今日のキャンプ地である城南島海浜公園に到着しました。今日ね持ってきた荷物だってこれとさらにねリュック、こんな感じでキャンプ場の隣にねずーっと砂浜があります。ここに泳いだりとかできないんですけどね、砂浜入ることはできます。あー風が気持ちいい。42番サイト入り口からねすぐ近くの42番サイトってところでいます。じゃあここら辺にねテントを立てていきます。はい、テントを張り終わりました。ハロウィンキャンプ感出そうとして謎のことやってます。このバカにし人をバカにしたハロウィン。あ、まあいいんじゃないそれで。はい、一応ね設営ができました。ちょっとしたハロウィン感でこっち側でね焚き火とかやって、一応ねここね向こうにかまどがあるんですけど、こっちは使わずにねこっち側で焚き火やろうと思います。はい、寝床はこんな感じですね。ここがね公園の売店になります。ヒーローっていう会社がね運営してるんですけど、ここでね、テントとかシラフとかもね貸し出ししてくれますし、食事とかもやってるんでね手ぶらでねキャンプをね利用することができます。炭はねこちらの DOT の秘密のグリルちゃん使おうと思って持ってきました。いつものやつじゃなくてね、いつものはキャプテンスタックの釜とスマートグリルですけど、今日はね秘密のグリルちゃんで薄く広くねやろうと思います。秘密のグリルちゃんはね組み立てがね楽でいい。ペロペロってやってこれ刺すだけでもうこれで完成ですね。一応ね今日5徳使いたいから半分だけねこれを使いますけど、じゃんこれ余ってたこれロゴスのエコココロゴスこれ使ってチートします。今から夕飯の準備をしてきます。でも牛すじ肉ね、今日カレー作るんで牛すじ肉と、あとね調理してきた家で、ね、準備してきた野菜類をこの中に。多すぎ問題、野菜多すぎ問題ね。まあ多少ね多いぐらいは問題ないんでしょう。でこれにコンソメを入れて合わせだしでねあごだし入れます。でここに多少ね水を入れて、様子見で後で足すんでいいんですけど、適当に水を入れてこうやって蓋してね、であとはここに雑に火にかけておきます。よし、これでね夕飯まで放置です。こっちはで1個忘れ物しちゃったんですよね。このねこれを包んで焼こうと思ったアルミホイル忘れちゃったんでどうしようかなと思ってて、最悪ねここにこうボンと置いて焼くかもしんない。ちょっとそれは後で考えます。売店でねアルミホイル売ってました。なのでねこれから無事にねこいつを調理していきたいと思います。でやり方は基本的にね焼き芋と一緒ですね。こいつを薄っぺらいアルミホイルでこれにこのねキッチンペーパーを置いてこんな感じでやって、こっちにもキッッチンペーパー置いて、随分薄いアルミホイルだな。でこれをねちょっと湿らせないと。ひたひたでね。はい、これできて、こっちもこんな感じで。かなり弱っちいアルミホイルなんで、ちょっとね厚めに巻いて、これをねこのまんまここにドンと置いちゃいます。ちょっと後で場所をね直します。これを最初じゃあもう一個やっちゃいます。はい、せっかくね天気が良くて暑いんでねいただきたいと思います。このねこのサーモスのカップがねこれ保温力高くてめちゃくちゃいいんですよ。でしかもまあこれ毎回言ってんだけどね、これねこれ普通にコップとしても使えるんでね、もうキャンプの時っていうか家でも使っててかなり重宝してますね。はい、じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。ああ美味しい。今日天気がいいからねお酒が、じゃあビールがめちゃくちゃ美味しい。最高。結構広いキャンプ場だからキャンプのねキャンプ場っていうか広いね公園なんでね、公園のね管理の人が頻繁に働いてますね。奥さんがね作ってくれたポルチーニのリゾットです。いただきます。うん。美味しい。結局ね、炭にあんまりうまく火がつかなかったんで、チャコスタ使いました。これがね、やっぱね、チャコスタが一番楽。何も考えずにね、必ず火がつくから。これ折りたたみ式のやつなんですけどね、これ1個持っとくといいですよ。2本目のビールはうまい。いただきます。お、じゃあ乾杯。うん、何本でもうまい。じゃーん、ニュキ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 。なかなかねこれ使う機会がなかったんですけど、これを使ってねソーセージ焼いていきたいと思います。おりゃ。じゃあこれ焼いていきます。美味しそう。じゃあいただきます。うん、美味しい。うん、夕飯のね準備でカレーをねカレー粉入れときたいと思います。なんか近くでねガンガン音を鳴らしてる人がいる。音を鳴らしてるっていうか、まあ、ここら辺ね工場っていうか倉庫地帯なんでなんか作業やってるんだと思うんですけどね。よいしょ。うわ、めちゃくちゃいい匂い。あとすごい油が浮いてる。うん、これね牛すじがいい感じですよ。でしかも飛行機が飛んでくるっていう。ここね、まあ1個難点といえばこのね飛行機がね結構頻繁に朝方とあと夜夕方かなにね、飛行機が、まあ、羽田空港がすごい近いんでね、飛んでくるんですよ。まあそんくらいかな。まあ決定ってことでもないけどね、どうしてもね飛行機の音が嫌いとか静かなところでとか言うんだったらあんまり向いてないかもしれないけど、それ以外だったらね結構いいですよ、過ごしやすい。一応ねカレー粉は2つ持ってきたんですよ。1枚1個じゃ足りないかなと思って、はい、カレーをね1回カレー粉入れたんで、またちょっとだけね火にかけて、まあ、焦がさないようにねしつつやっていきます。30分ぐらいによっかと思います。暗くなってきたのでライトアップしました。焚き火もね好きなんですけど、まあ、個人的にはねこういう炭火のね赤く光ってるやつがね、この静かに光ってる感じ、こういうのが好きなんですよね。中でチロチロやってるのが分かると思うんですけど、そういうのを見てるのがすごく好きです。ご飯がね炊けたので、じゃあ今日のメインのねご飯、じゃあこの今日作っていた器を開けてみますか。ちゃんと一応ね途中で、まあ、柔らかさみたいなのは確認してたんで多分ね大丈夫だとは思うんですけど、今日のすべてはこれにかかってると言っても過言ではないんで、しっかりできていることをね祈りたい。ああできてる。すげえねっとり感のあるちょっと待って、1個目はさ、ちょっとその辺を取らせてください。もう1個あるから、はい、こんな感じでちゃんとね器になりました。美味しそう。でこのままね食べるんで、じゃあちょっとご飯をこれによそってくれない？じゃあこれに今日作っていたパンプキンカレーをねかけたいと思います。すげえいい香り。かけづらいな。カレーの量多すぎた説がね若干ある。はい、ハロウィンキャンプのパンプキンカレー完成です。ではパンプキンカレー実食したいと思います。いただきます。あ、美味しい。前回作ったやつよりパンプキン感が強くて美味しいな。最高。このねこの皿の壁をねこうやって削ってこうやってつけてね食べる。皿食べながらカレーを食べるっていう新しい食べ方。美味しい。最高。やはり焚き火といったらウイスキー、逆光になっちゃってるけどスキットルに入れてきたんで、じゃあ焚き火ハイボールいただきます。美味しい。もうね、焚き火の片付けとか全部終わらして、炭の方もね全部終わらして、この中にこの備え付けのねバケツに水を入れて片付け終わりました。あとねちょっとお酒飲んだりとかしてゆったりしてからもう今日はね寝ちゃいたいと思います。テント点灯しました。はい、もう今日はおやすみなさい。はい、おはようございます。今朝の6時なんですけど、まあ日の出見ようかなと思ったんですけどね、曇っちゃってて全然見えないですね。今日は朝ごはん食べて片付けして帰ります。はい、味噌ラーメン完成です。いただきます。最高。いただきます。一応ねやってたところを全部片付けました。ゴミもね落ちてないかな。ここのところにね焚き火やってて、昨日ね炭が落っこって、でここの枯れ草っていうか枯れ芝にね火がついてめちゃくちゃ焦った。今日朝ごめんなさいって言わなきゃなんないかなと思ったらね、まあ全然大丈夫な感じでしたね。全然ってほどではないけど、上の方のね表層の枯れた芝だけが燃えた感じでしたね。あとは大丈夫そう。はい、っていう感じで今回のね城南島キャンプを終わりにして帰りたいと思います。